終始反腐敗闘争緩めず、中国汚職疑いの高官拘束昨年最多。中国共産党で汚職を取り締まる中央規律検査委員会の全体会議が10日まで3日間の日程で開かれた。閣僚を含む高官らが不正疑惑を取り沙汰され次々と解任される中、習近平国家主席は汚職撲滅に向けた反腐敗闘争を緩めず継続する方針を表明した。香港紙によると、汚職の疑いで拘束された中国高官が昨年は45人に上り、習指導部が反腐敗闘争を始めた2013年以降で最多となった。中国軍では核ミサイル部隊を管轄するロケット軍で大規模な汚職捜査が進められているとされる。会議で習氏は党員の中の獅子身中の虫の徹底的な排除を指示、大物の党幹部を摘発するトラ狩りがさらに拡大しそうだ。中国習主席、反腐敗徹底を強調。金融、エネルギー、インフラ、医療分野で是正必要との認識示す。中国共産党の汚職撲滅を担う組織の全体会議で、習近平国家主席は特に金融やエネルギーといった分野での汚職摘発の徹底が必要という認識を示しました。中国では8日から中国共産党員の汚職摘発を担当する中央規律検査委員会の全体会議が始まりました。国営の中央テレビによりますと、この会議で演説した習近平国家主席は、自ら進めてきた反腐敗闘争について、情勢は依然として厳しく複雑だと指摘し、不十分だという認識を示しました。さらに、金融やエネルギー、医療、インフラなどの分野を具体的に挙げて、汚職摘発の徹底が必要だと強調したということです。会議は10日まで開催される予定で、去年解任され汚職疑惑が取り沙汰されている李尚福前国防相や、同じく去年解任された秦剛前外相についても取り上げられるのか注目されます。習氏の理想都市は空っぽ。権力の限界露呈。北京に近い雄安新区。中国の改革開放政策を主導した鄧小平氏が1979年中国南部の地図上に円を描き、資本主義を実験する経済特区を広東省深圳に設けると決めたという逸話がある。それから40年近く経ち、中国共産党の習近平総書記国家主席は、時代を象徴する都市建設の野心を首都北京に近い雄安新区で体現すると発表。北京の人口密集を解消するハイテク都市になるという雄安は、人類発展の歴史におけるモデル都市と謳われた。以来、共産党は世界最大の水力発電所である三峡ダムの倍以上となる約6100億元、約12兆3000億円を雄安に費やしてきた。かつてトウモロコシ畑だった場所には、現在、鉄道駅やオフィスビル、集合住宅、五つ星ホテル、学校、病院が立ち並んでいる。唯一足りないのは住民だ。ブルームバーグの記者が今月の平日に訪れた際、雄安に向かう高速道路にはほとんど車が走っていなかった。雄安中心部の通りで開いている店やレストランもほとんどない。首都からの移転を迫られている研究所の職員は、子供たちの教育の質が心配だと打ち明けた。2022年に移転計画を発表した北京を拠点とする大学4校は今、代わりに第2キャンパスの設置を目指している。中国地質大学の1年生は、北京に来ようと大学入試で頑張った雄安に来るためではないと、当局の報復を恐れ匿名を条件に話した。雄安の人口伸び悩みは、
国家最高のリソースが集中する北京から住民を誘致するという習氏が描いた計画の欠陥を浮き彫りにしている。人々の抵抗はまた毛沢東初代国家主席以後、中国で最も強い権限を握る指導者となった習氏でさえ、市場原理に反する行動を促すのに苦慮していることを示し、習氏個人の権力にも限界があることが露呈している。習氏は毎年行う新年の演説で、雄安が急成長し、中国東北部の活性化に貢献していると述べた。習氏は昨年、このプロジェクトに抵抗しないよう警告を発し、李強首相ら共産党中央政治局常務委員と共に、昨年5月に雄安を視察した際、必要であれば人々は移動しなければならないと語った。シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院のアルフレッド・ウー准教授は、この抵抗は現実的な利害に基づいている。住民の利益と習氏自身の利益を一致させることができなければ、当然実現することはできない。習氏の力にはやはり限りがあると指摘した。深圳の無秩序な成長を招いた、党史の自由放任主義とは異なり、習氏は中国各地で生じている問題を回避するため綿密に練られた計画を選んだ。例えば、雄安は住宅は住むためのものであり、投機のためではないという習氏の信条を守り、投機を防ぐため住宅価格を厳しく管理している。雄安は昨年、不動産開発会社が住宅を建設する前にその住宅を販売することを禁止。これは住宅バブルを煽った中国全土で見られる一般的な先行販売モデルからの大きな脱却だ。雄安は歓迎する産業を選別している。情報技術、IT や生物医学、新エネルギー分野の企業に進出を促す一方、伝統的と見る産業の企業は排除。何百万人もの出稼ぎ労働者や起業家を引きつけた深圳とは異なるアプローチだ。雄安は今世紀半ばの完成を目標に、開発の節目を35年に設定。政府文書によると、11年後には北京の非首都機能の一部を担い、ハイレベルの現代的社会主義都市になると見込まれている。デジタルセクターが地元経済の少なくとも 80% を占め、都市廃棄物の 45% がリサイクルされ、高速インターネットが全面的に整備される予定だ。習近平の経済観念が毛沢東を理想にするほど空っぽだからね。ある意味お似合いの街なんじゃないの？いや、人がいない街ならジオラマといった方が適切かもね。今後はジオラマ制作すらまともにできなさそうだけど、どうするんだろうね。にしても、頑張って作ったジオラマすら、ハリボテで、いつ崩れるかわからない代物ってのもなかなか趣深いな。そもそも北京自体が広く、実は北京の中でも人口密度が低いエリアもまだまだある。中国の国単位の人口も減少開始しており、今さら新しく都市を作っていくのは簡単ではないだろう。習近平氏、反腐敗闘争の強化を表明。軍高官らに大規模汚職疑惑。中国共産党で汚職摘発を担う中央規律検査委員会の全体会議が、8日から10日、北京で開かれた。習近平総書記国家主席は演説で、自身が進めてきた反腐敗闘争について、情勢は依然として深刻で複雑だと述べ、さらに取り締まりを強化する姿勢を強調した。中国では2023年10月の李尚福前国防相の解任に絡み、軍高官らの大規模な汚職疑惑が取り沙汰されており、引き締めを図った形だ。国営新華社通信によると、閉会後に発表された広報コミュニケでは、
政界と財界の癒着による腐敗との戦いを最優先の課題とすると強調。また、贈収賄に対する調査や罰則の強化などにも言及した。習氏が反腐敗闘争の強化を改めて打ち出す背景には、中国軍で核ミサイル部隊を管轄するロケット軍や調達部門などで大規模な汚職疑惑が浮上していることも関係がありそうだ。中国軍では23年7月末にロケット軍の最高幹部である司令官の李玉朝氏と政治委員の上中波氏が解任され、8月下旬から動向が途絶えていた前国防省の李尚福氏も10月下旬に解任された。当局は今も解任理由を明らかにしていないが、軍備品の調達などをめぐり不正があったとの見方が浮上している。また12月29日には全国人民代表大会、全人代国会に相当が、丁来光前空軍司令官やロケット軍の周亜寧元司令官など、軍高官9人の全人代代表資格の取り消しを発表。2日前の27日には、国政助言機関人民政治協商会議、政協がミサイルやロケット開発に携わる中国高天科技集団など国有軍需企業の幹部3人の委員解任を決定している。これら一連の大量解任では、ロケット軍や調達部門に関連する人物が対象となっており、調査が進めば軍内部での処分はさらに増えるとの憶測も広がっている。